奥日光の登山シーズンの終わりを告げる男体山の閉山祭が、今日男体山の登山口がある日光二荒山神社中宮市で行われました。閉山祭には氏子や地元関係者などおよそ50人が参列しました。神楽殿では登山の安全を報告する神事が行われ、巫女が舞う八乙女神楽が奉納されました。続いて男体山の登山口となる渡海門の近くで、中丸照美宮司が男体山に向かい玉串を捧げ、山への感謝と今後の平穏を祈りました。神社によりますと、閉山祭の前に今年最後の男体山への登山を楽しもうと、午前6時の受付開始からおよそ100人が訪れました。日光市に来るのは初めてというスイスの男女2人組は、男体山はネットで調べてきました。登れるのが今日が最後とは知りませんでした。ラッキーですと笑顔で話し、山頂を目指していきました。今シーズンは4月25日の山開き以来、今日までに去年とほぼ同じおよそ3万6千人が登山に訪れたということです。知ってて来ました。雲も晴れて景色は良かったですよ。中禅寺湖とか周りの景色もよく見えて、開くときにまた来ようと思ってます。はい。神事の最後に神職たちが渡海門を閉めた後、中丸宮司が勘抜きをかけて男体山の登山シーズンが終了しました。災害のない、平穏なこの地域になりますよう、二荒山の大神様に心を込めて、ご奉仕申し上げた次第でございます。これから冬のこの日光、特にこの奥日光中禅寺湖というのは素晴らしいものがございますので、一つ、これからもですね、皆様方においでいただければありがたく思います。